皆さんこんばんはこちらチャンネル桜北海道です本日のキャスターを務めます川田忠一でございますどうぞよろしくお願い申し上げますえー、私ですね6月16日あの久しぶりにですねあの北海道神宮祭のみこし登業に参加をしてまいりましたあの雨が結構降っていたんですけどもあのまあ 25年ぶりの祭典区のところということもあってですね距離はちょっと長かったんですが、まあ、非常にですね、えー、まあ久しぶりにやって、まあ、心が新たになったといいますか、まあ、本当に良かったなと思っているところでもございます、まあ、こういう形でですね今後も私たちのこの北海道の歴史を作り上げる一つとしてこの北海道神宮祭がですね えまたできるような形でですね私もいろんな立場で活動してまいりたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます、まあ、本日はですね、えー、参議院選挙戦を近づいてまいりましたまあ、あの特定の候補がどうだということではなくてですねまあ、皆さんと一緒にどういった視点でですね参議院選挙に取り組んで そしてですね私たちの思いというのをですね一票につなげていくかまたは、えー、思いを持ったですね候補者に対してどのようにして少しでも議席を取れるような形でですね、えー、自分ができることが何であるのかということも含めてですね皆さんと一緒に考える番組にしてまいりたいと思います。 チャンネル桜北海道は島民による島民のためのインターネット放送でございます常に皆様方と共に歩んでまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます 具体的なご支援方法につきましては番組の最後にお知らせすることといたしまして私たちはですね既存のマスコミとは全く違う形でまたは絶対に報道しない内容も含めましてですね日本の独立と創業を踏まえた形で皆様方にこれからどうしていくのかということを共に考える番組にしてまいりたいと思いますのでどうかご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 それでは早速始めてまいります。 まずですね参議院選挙があー高知ですね6月22日高知ということになるわけでございますけどもで、まあ、18日間ですかね、まあ、投票日を見れば19日間、まあ、大体そのぐらいの、まあ、選挙戦非常に参議院選挙は、まあ、衆議院選挙よりも長い形なんですが、まあ、そういう中においてどういった形で 私たちのこれからの日本を選挙を通じて考えていくかということでですね皆さんと一緒にやってまいりたいと思いますで、このいつもの図でございますまあ、ちょっとですね今まではこの国名を書いてましたが、えー、あえてえー、この今の政党ですね日本のま政党まあ、他にも細かな政党あるかもしれませんがとりあえずはあ今こ,この部分を上げてまいりました でまあ、やはりこのグローバリズムマネー第一主義これは変わらないですよねあとでも説明しますけどもう、まあ、こういった中で相互依存社会で私たちは生きていると。だけどもやはり日本の自主自立であるとか独立であるとか、まあ、こういったことはしっかりと保ちながら。 ああいかにして、えー、自立できる国づくりをしていくかということが、僕は基本であると思っております。もう最初から相互依存関係でいいんだという形でですね、えー、彼らが、多国籍企業が、えー、やるですね資本の資本であるとか金融とか原料、食料ですね、これに依存する形ではダメなんだというのが、私は日本の独立創業のタイプだと思っているわけでございます。 まあこういった視点でですねこの政党私なりのですよこれはだかほか皆さんご覧になっている方を含めてですねいろいろと考えはあるでしょうからまあ、どれが正しい答えかっていうのは別ですが、まあ、私なりに考えたものでございます。で、えー、まあやはりこのネー第一主義こことそれからまあ国際連合あってのまあ戦後価値観、まあ、あえてここはですね東京裁判士官というふうにいたしました。 東京サイバスカ、まあ、日本ですから、すなわち、えー、今の憲法そのものも、まあ、革命説と言ってるわけですから8月革命説と言ってる学者もいるわけでありますから、えー、結果としてですねこの大東亜戦争に負けたことによってですね価値観そのものが変えられてしまったということは歪めないところでございます。そしてもうそれで戦後76年経ってしまっていると。 いうことでだこれがですねやはり検証されなきゃいけないとまあかった部分ももちろんあったと思います私もどっぷり使った生活をまあ53年生きてるわけでありますから良かった部分は当然あったわけですけどもでも全てが正しかったかどうかもっと日本の有権の歴史を踏まえた形でですね考えていくこと必要じゃないかという立場であります。で まあ今ですね奈々、えー、さんをはじめとして澤田さんが予定者としてですね、まあ、出てるわけでありますが、まあこの国盛ですね、まあ私はまあこれ当事者じゃないんでもしかすると「新党国盛」の人からしたら「いやそこそこ,ここじゃないよ」と思うかもしれませんがやはりこの戦後価値観でグローバリズムマネー大主義これとは絶対に相いれないんだと。 いうことで、まあ、先日あの参政党ととのですねまあいろんな討論があって、まあ、非常にもう一緒じゃないかと一緒にやればいいじゃないかという人もいたりとかしてるんですが私は若干違うかなと特に、えー、もう七瀬さんは言いましたよね、えー、口頭については、えー、これは団系でいくんだと団系が基本なんだと。政党もが基本だと言ってるけども 男系の女性天皇も認めていいいんじゃないかと、まあ、確かに歴代の中にはそういった方陛下もいらっしゃるわけでございますけどもでも、ね、あの結婚をしなかったり相手はあえてお子さんがい,を、まあ、いなかったりとかということでやはり男系そのものが維持されてきたんでこの男系維持というのを第一目標としていくともうこれのみでいくんだと。 いうことでですね、行くことっていうのは僕は大事だと思っておりますので、まあ、そういう見て、まあちょっとまた立ち位置が違うかなっていうふうには思っているところでもございます。まあね、この東京裁判使官についてどう思ってるかっていうのはちょっと私、まあ、かなり批判をされてる方もいらっしゃるし、多いそういうした人も多いのかもしれないけど、ちょっとその立ち位置がいまいちですね、わからないところが私あります。 でまあ私も所属しております自民党でありますあえてですねこ,うここからここまで幅広く書かしあの表示させていただきました、まあ、今の政府のやってることそのものはもうグローバリズムを中心としてやっているまさしく自民党公明党のですね連立政権なわけでありますから、まあ、そういった形でありますがしかしら自民党は非常に幅が広くてですね あのこののの戦戦後価値観そのものにももに挑戦していいるる議員もいるわけでありますあの国益を守る会の皆様方であるとかそれから、まあ、あの議員ここを見るとですねやはりこのグローバリズムにとっぷりと使うのはどうだろうかということでですね思っている方もいらっしゃるし私はもう本当に、まあ、ここのぐらいになるかと思います。だけど この方もしかするとこっちじゃないかなっていうですねもうここをも超えてですね、左に行ってる方もですね何、えー、かいる感じもしてまあそういう意味では幅の広いいい政党とととうことになるかと思いま,すまあもう立憲民主はまあこっちでもよかったかなと思うんですがまあこれ本州の方に行きますとですね、えー、またいろんな方がいて。 例えば松原議員はもう拉致問題についても一生懸命やってますしそういった方もいらっしゃいますどうしても北海道は55年体制色が強いんでこちらの方が多いんだと思いますけどここもある程度の幅はあるのかなと、まあ、国民民主党も最近はちょっとですね、えー、まあ立憲とまたはちょっと違う色を出した形でやってることを考えればあえてここにいたしましたまああの坂井民主党はね まあ、こっちでもよかったんですけどもまあここの辺に、まあ、公明党はですね、まあ、こうグローバリズムにこうとっぷりと使っていると維、まあ、新の会もこのグローバリズムにとっぷりと使ってるけどもまあどっちかというと新自由主義色がさらに強いかなと、まあ、思っているところでございます。まあ、あの共産党令和は 戦後価値観のレールの中にはいるけどもまたグローバリズムのとなった時にグローバリズムとなった時にですねこの緑ですね、まあ,あの後でご説明いたしますがあのこのジェンダーとかですねこういった部分については、まあ、ちょっとグローバリズムの中に入ってるかなと。かといってどっぷりと使ってはいないと。 いうこと戦後価値観であることは間違いないけども、まあ、そういう意味でちょっとですねこの間ぐらいいにおかさせてたただきまし NHK 党はね僕まあある意味ではこっちでも良かったかなと思ってはいるんですよ。全然また違う視点ですからね。だけどまあ うーん人によってはここなのかなということもあってこれもしかすると個々の政策もうちょっとですねこれから選挙戦入ってきて明確になってくるとちょっと場所が変わってくるかもしれませんまあ今現時点ですねだからこれ私川田が考える部分としてですねご覧になっている方はそれぞれまた思いはあるかと思いますんでこれがなんか全て正しいという意味ではありません。で まあ私がです、ね、ここ最近で,です、ね、非常にちょっとこれにちなんだ形でもまあもうここまでくればもうどうなのかなと思うのがこの男女共同といいうのがまあ発表となったわけでございますあの6月14日付のです、ねえー、日経新聞に書いてた記事ですが「個人単位の制度もはや昭,昭和ではない」。 もはや昭和ではない、まあ、こういった表現になっておりました何が昭和でないかといったらこれはもう閣議決定してるんですよねこの、まあ、ここ政政府府ないけども政府で「決定してるんですよで未婚」や「事実婚」など人生や家族の姿が多様化したことをもはや昭和ではないと表現したさまざまな政策や制度が高度成長期のままだと。 昔のままだと要はこの加速感加速感についてはもういろんなのがあっていいんだとだから昭和じゃないんだよという宣言を政府がしたんですまさしくこれの最終章に来たようなもんですよね。で当然今の自民党公明党政権でありますからで閣議決定もされたと。 いうことであります。まあ、私はですね、これについてはですね、あの意義を申し立てたいと思いますね。で何が意義かといった、この高度成長期の日本って、まあ経済的にも国力が非常にこうついてくる素晴らしい時期だったんじゃないですか。もちろんね、経済第一主義では。 いいいけないと思いますよ経済第一主義ではいけないと思いますがでもこの高度成長を支えたのはやはり家族だったんじゃないですかこれ今のこのデフレ化の中でまたまあもう今物価も高騰してますからインフレになっていくのか,かもしれませんけども,もうこういった不景気の中でこういった現状がもう30年続いているということこれが正しかったのかということなんですよ。 私はですねあえて言えばこの平成30年が昭和よりも正しかったと言いたかったんですかね私は同じ自民党ですよ自民党だけどもこれには異議を申し立てたいですだからこちらなんです自民党はこれだけ幅が広いんで当然その中でこれはおかしいじゃないかっていうこともできるのも自民党でありますで 結婚や家族の姿が多様化しもはや昭和ではないということでですね、えー、表明したわけでありますけども具体的に言うと配偶者控除などの制度を見直しするべきだと要するに税制ですよで30代独身男女の4人に1人が結婚願望なし30代独身男女の4人に1人が結婚願望なし 確かにですねあのかつてよりは多くなったかなっていう感じはなきにしもあ,あらずでございます、まあ、特に、えー、男子のですね、所得のことも考えますと女子もそうですがやはり30代のこの所得っていうのが低いわけでありますから、まあ、こういうふうになってしまうのも分かりますが次なんですが20代の男性7割、えー、女性5割が 配偶者、恋人はいないなと回答と要するに20代で結婚されてる方っていうのは3割っていうことなんですかね。で、えー、これですね、まあ、最近確かに、まあ、私も結婚遅かったわけですから40代で結婚しましたんでいまだ子供が小学校2年生1年生であります。まあ、幼稚園に通ってる時も いや僕一番上かなと思って恐る恐るるですね最初子供が幼稚園入った時に行ったら案外近いまあそれでも年下がほとんどですけども年の人も結構いてですねまあ妙に安心した記憶がありますがでもまあそう言われてみるとそういうことなのかなと。 1で一人暮らしの女性の半数以上が年収300万円未満ということであります。これがが日経が報道しているポイントでございます。で結局のところですね家族が多様化したからだからあのもうこれ昭和ではないんだともうここでもうそれぞれでバラバラに生きていけばいいんだよとまあ、ね第一主義で。 そしてこの人たたちに依存しし形でで暮らしていけば、とと。かかなるんだよとどうですかね。これはまさしく日本の独立の草原があってで日本が現在まあ辛うじてですねまだまあ世界的にはああまだなんとかこう生活化できるような状況になっているから言えることでこれが本当にですねなくなってしまったらそんなこと言えないと思いますよ。 だから信徒、まあ、国盛さんはですね、えー、これではいけないんだと積極財政を敷いてですね国力をつけていかなきゃいけないんだと防衛をつけていって日本独立尊厳を踏まえた形でやっていくんだとで昭和のあの時代何が足りなかったかっていったらやっぱりこの東京裁判所官に基づいた形でのやはり 主権がない状況これを克服してですねしっかりとした主権も主権意識もそして、えー、国防力もそして経済ももう一度ですねあの時に戻していこうということで、まあ、主張されているように私は目目かからら見見ててですすよ旗目から見て思いますで自民党でも当然それではいけ,いけないという同じ思いでやっている方々もいらっしゃるわけであります。 ですからあの私は自民党の中でやはりです、ね、今まだあの選択的夫婦別姓であるとかそれからま同性婚の問題も含めてそうですけどもかろうじてです、ね、まだ阻止しているのも自民党にやはりこの部分の勢力がいるから。 なんとか政権内にいるからなんとか抑えている部分もあるんであって私はですね役目ととしてててその部分を担っっいいいかななきゃいけないと思っておりま,すまあ私の場合は札幌市議会議員としてですけどもまあだけどもやはり外から要するに日本の独立と尊厳を踏まえた形でこれでいいのかとこういった姿は違うんじゃないかという。 本当に新日日本派という立場からですね厳しく政権をですね、えー、指摘していくという勢力も私はあってしかるべきだと思っているところでございます他はねもうこの共産主義まさしく反日的な立場から今まで政権をチェックしてたんですよ。そうではなくて、えー 日本派の立場からしっかりとですね政権をチェックするというのも私はですね必要だと思ってますしでそれを踏まえて私もこの自民党の中で日本の独立と尊厳のあるべき姿というものをですね同心とともにやっていきたいと思っているところでもございます。それでで先ほどのですね男女共同参加 男女共同白書に基づいてですね同じ日の日経新聞にこれちょっと面白い記事がございましたン、えー、ジェンダーー平等東京おもちゃショー3年ぶり開催これね他の新聞ではねこういった書き方してなかったんだけど日経新聞はなぜかこういう書き方してるんですよこれですよね でこれが今目指しているっていうのはさっき言ったようにこの家族というものがいかに、えー、まあ駄目なものなのかとこれが彼らの主張なんですかね。いや多様な家族のあり方って言ってるのかもしれないけども結果としてバラバラで個人は個人でやっていくのがいいんだよって要するに相互依存社会にするためにはいかにし,してバラバラにしていくかがいいんじゃないですか 自分たちのこの商品というものをですね商品というものを主軸としてやっていくためにはその方がいいと思ってるんでしょうか。で家族っていうのは一つのまあある意味では国家みたいなもんですから明治の時はそういうふうにお話ししてたわけでありまして。でその家族が たくさん何家族もあって一つの共同体を作ったらそこで一つの文化が生まれまたは価値観というのが生まれて国家というのができるとこういったことが彼らは嫌なんですよきっと。だからなんですね。にに常に相互依存社会さていくとでこの東京おもちゃショーなんですけども何かってったらこれ出ましたよ。 SDGs 持続可能な開発目標への意識が高まる中精査を意識しないジェンダー平等に配慮した玩具の出展も広がってきたとここなんです要するに SDGs ってよく言いますけどもね日本は自然を大事にしそしてですね自然と共にあるこれが日本人の基本的な姿ですですかから確かに行動成長期の 時にはです、ね、経済優先な形で自然も破壊してしまった時期もありますが基本的には日本人の価値観っていうのはそういったものでありますまたエネルギーがですね今使えるエネルギーそのものが非常に少ないためにですね省エネっていうのにも一生懸命力を入れていて石油の消費率もかつては非常に少なかったわけでございます。だけどもそういったこ価値観が あるわけであありますからあえてですね国連の言っているこの SDGs を受け入れる必要性がないにもかかわらずもう SDGs だ SDGs だっていう、まあ、日本が持ってた当たり前の価値観そのものをですね、えー、取った形で違和感のない形で浸透させるけども本当の目的はここなんですよ。このの17の SDGs 項目の中要はジェンダーーフリー 家族をバラバラにするこれがねあの目的でそしてこれらの資本提供を受けていると思われる、まあ、これ広告料とかも含めてですけども日経新聞があえてこのおもちゃ賞において言うとジェンダー平等というのを入れているということであります。まあね、あのこれでで言うとですね、まあ、例えば ですね、この企画をされた方でしょうかまあこの玩具のジェンダー平等の取り組みで日本は遅れていると感じているとで例えばどんな玩具でも男の子と女の子がパッケージに登場していたと振り返ると男の子でもお人形遊びをする子は以前からいるとそれは当たり前ですね。 制裁に対する先入観を持たない。持たないようにしたいという。あのね。あの、いろんな男の子がいるし、いろんな女の子もいるわけだから、こんなの誰もですね。否定はしてないんですよ。まあ、確かに何やってんのとか子供の中ではあるかもしれないけど。でも制度として家族を否定すると話にならないじゃないですか？私、ここねとてもですね。気になるところであります。 でとうとうこのおもちゃショーにもこういった観念がですね出てきていると、まあ、これも学校現場でもですね男女の今後名簿にしたりであるとかですね、まあ、そういったところも出ていることを考えますと私はですね男性は男性女性は女性のとしての文化を育んできたわけでありましてこれを否定するためにですよ 多様化とか言ってるけどもそれは言葉の方便であってこういった価値観を否定するためのですね多様化なんですよ。こんんなな多様化でででももいんですよだから多様化なんて使う権利はもうそういった人たちにはないんですよ。そしてですねいろいろと懸念されておりました、えー、子ども家庭庁これがとうとうですね、えー、設立をされると。 いうことになったわけでございます。まあ設立準備数をまあ発足させたということで、これは6月17日付のですね、えー、これは共同の報道でありますけれども、で自治体や NPO からの人材動用も今後検討する。どんな NPO ですかね。これもよくよく見ていかなければなりません。 まあ確かに教育委員会文科,文科省っていうのがあってですね、まあ、子どもたちに対するそれは教育という側面でいろいろとやってたわけでありますが、まあ、子どもにまつわるさまざまなことやまた少子化対策とかもあるかと思います。でもこの子ども家庭庁においてですね何が非常に不安かといったらいろいろとですねこのこ子どもという子どもの人権というものを使いながらいろんなですね えことができちゃう可能性があります。例えば札幌市に子どもの権利条例というのがございます。この子どもの権利条例はですね、恐ろしいのはまあ、この第8条ですよ。第8条安心して生きる権利っていうのがあります。まああの子供は安心して生きることができます。そのためには主に次に挙げる権利が保障されなければなりませんと。 命が守られ平和と安全のもとに暮らすこと愛情をもって育まれることいじめ虐待体罰などから心や体が守られること次障害民族国籍性別その他の子どもまたはその家族の状況を理由としたあらゆる差別及び不当な不利益を受けないこと。 自分を守るために必要な情報や知識を得ることで気軽に相談し適切な支援を受けることまあこういった形になっているわけでございますまあこれはねある意味当たり前といえば当たり前なことなんですよただここからですね出てくることとして何かというと この第2説です、ね、育ち学ぶ施設における権利の保障、第15条なんですけどもえ育ち学ぶ施設のです、ね、設置者及び管理者といいますと括弧が書いてありますが子ども保護者及び地域住民に施設の運営等に関する情報を提供し意見を聞き協力を受けるなど開かれた施設となるよう努めるものとします。 この施設の管理者にはこれをですね、ある意味、義務づけてるんですよ。で、まあ確かに子供の権利条例だから、まあ最小か、あとかは別としては言いますが、保護者及び地域住民よりも子供が先に来るんですね、この条文は。まあそういったことなんですね。で、まあ当然、一命の防止とかそういったのもあるわけでありますけど、で、 ここでですね私がもう一つ言いたいところはこれ今例えばいろんなですね、えー、公園を作るであるとかそういった時に、えー、地域の子どもの意見を聞いてですね、えー、作らなければいけないというふうになってるんですよこれ建設工事とかでも <laughs> これね子どもの権利条例なんですで この施設だけじゃなくてですね第五節、えー、子どものそれぞれの状況に応じた権利の保障というのがございます、まあ、これお,お互いの違いを認め尊重する社会の形成、えーまあ、これはまあ当然あることと思いますが市民は子どもが障害民族国籍、えー、性別その他の子どもまたはその家族の状況を理由とした あらゆる差別及び不当な不利益を受けないようにお互いの違いを認め尊重し合う社会の形成に努めなければなりません。努めなければなりません。要するに多文化共生をこの子どもの権利条例を使った形で市民はと言ってるわけでありますから市民全体にですねこれを言ってるわけであります。まあ、これねね当然ね あのその通りだと思いますけどもだけどこれ例えばこの不当な不利益って何を言うんですかねこの差別って何を言うんですかねここのところがとても重要なんですよ。要するに彼らの言っているものはですね一方的なものであってはいけないわけであります。ここねやっぱり注意していかなきゃいけません。でここに 子どもがアイヌ民族の生活歴史文化などを学ぶこと確固になるわけでありますがこれ例えばですよあの北海道はずっと日本であります。北海道はずっと日本なんですよ皆さん。だけどアイヌの人がいたから 先住民族この先住民族の定義っていうのも一般的な用語で使ってると私と質疑の中で言ってるわけでありますけどもこのアイヌ民族の生活歴史文化を学ぶことの部分について中身が全くですね違う自分たちの一方的なことをですね学ぶことについてこれ市民が保障しなきゃいけないってことなんでしょうかね。 そして外国籍の子どもが必要に応じて日本を学ぶ,学ぶとともに自分の国言語文化などを学び表現することこれねよくあるのがこれ朝鮮学校ですよ朝鮮学校これ朝鮮学校にこれがあるから補助金を出すんだと言ってるんです要するにこの子どもの権利条例は何かって言ったら まさしくこれですよ日本の国益国と立場そのものを認めないこれ子供を使った形でですねやってるんですで、えー、もっとひどいのがですねこれ現在でいうとこれ条例ですよで、この条例の部分はこの子供の権利条条約というですね この国連の条約に基づいてこの条約法がない形であるにもかかわらずこの条例化されてこの条例ですよ法律の範囲でないでしか作れないこの条例にこういったものを定めてるんだけどもこの救済員の設置及び職務これアシストセンターとかって言ってるんですけどもこの救済機関 この救済機関を作って要するに子どもの権利が侵害された時にこの救済機関を使った形でですねそしていろいろと調整をしていくんだと、まあ、確かにこの学校とはまた違った形で子どもの権利が侵害されているまあいろいろと虐待にあっているであるとかですね、まあ、こういったことについてのいろんな救済というのは必要でありますけども。だけどどもね先ほどの 上位にあるです、ね、条文がある中においてですねこの調整っていうのがどのように運用されるかっていうのはよくよく注意しなきゃいけないわけであります。もっと大事なことはこの39条勧告ができたりですね40条是正の要請ができたりしてるんですよ関係機関にと。関係機関だからその法律的な草ためにある関係機関も含めてですよ。 こういった内容になっているわけでありますで、結局のところこれは先ほども言いましたように法律の範囲外を超えたまあ条例でやってるんですよだけどこれに根拠付けさせるためにこの子ども家庭庁を作っていく可能性っていうのがあるわけでありますすなわち今度は法律でこれと同じようなものができていくこれが今 このの子供家庭上の設立準備室っていう形でありますですからこの中身についてもしっかりとこの今与党にいる自民党のこちら側にいる方々にきちんとですね与党内でですね監視をしてもしやばいものであればちゃんと阻止をしてもらうってことも必要だしそしてですねあの 外から日日本本を愛すのの国益というものをこちらではなくて日本の国益というものを中心とした形でチェックをしていくこういったことが今ですね、えー、参議院選挙にも求められているんだということをですねまず、えー、第一回目ですけどもこれ告示後もまたやりたいと思いますが皆様方にお伝えしてまずは終わりたいと思います。 以上ですね、えー、お伝えしたところでございます。まずあの告知がございます。えー、6月19日、日曜日ですね、こちらランチ付きということで、まあ、コンサートを聞きながらですね、えー、ランチを食べながらですね、いろいろと楽しむというですね、企画がございます。まあ、こちらはですね、えー、レストラン食材さん、あのー 以前、番組でもお,知らせしたお伝えしたかと思いますけれども、まあ、場所が江別市元のっぽろ919番ということで、まあ、詳細はですね、画面をご覧になっていただきたいと思います。会費として3300円ということで子どもランチ付きはですね、小学生まで1100円となっているところでございます。 でもう一つ告知がございます。まあ、こちら私も大変お世話になっております。星沢幸子さんのですね、講演会がございます。食が作るあなたの未来ということで、こちらは日時がですね、7月24日日曜日となっております。 でえー、こちらもお問い合わせ先などはですね、画面に表示されておりますので、こちらの方をご覧になっていただきたいと思います。えー、参加費としてですね、前売り券が1000円で、当日券は1500円となっておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 以上、告知も含めまして全て終了したところでもございます、えー。来週もですね、元気に各キャスター、日本の独立と尊厳を踏まえた形で様々なことをお伝えするかと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。